カメラに映るの慣れてください。皆さんこんにちは、スカンクワークス代表の荒牧です。今日もよろしくお願いします。案件を加速するインサイドセールスということで、今日はですね、第3章に入っていくんですけども、前回まではどちらかというと事前の準備というところなんですけども、今度は皆さん自身の例えば映り方ですとか喋り方というところですね、この辺のお話をしていきたいなと思います。じゃあ今日のテーマはまずはボディコミュニケーションということで、カメラ映りということですね。まあ基本的に以前から申しますように、いわゆるその身振り手振りも含めたビジュアル、見た目ですね、それからもう一つは声、この2つがこのインサイドセールス、まあフィールドセールスも一緒なんですけども、当然武器になります。でその中でカメラに映るって我々慣れてないですよね。お客様ももちろんなんですけど、我々が慣れてなくてっていう中で、何を気をつけなくちゃいけないのかっていうのを今からお話をしていきます。まず大事なことは違和感を持たれないことです。違和感、例えば普段のフィールドセールス、対面セールスでも、まあいろんな身だしなみですとか、まあお化粧ですとかアクセサリーですとか、いろいろとその会社によって厳しく、まあ、規定があったりするところもあるんじゃないかと思います。でやはりその身だしなみをしっかりしましょうっていうのは、別に綺麗に見せましょう、かっこよく見せましょうって話じゃなくて、相手に対して違和感を持たれないようにしましょうっていうだけなんですね。でその中で特にこのインサイドセールスはカメラを使ってのいわゆる見た目になりますので、まあ前も申し上げたと思うんですけども、なぜかカメラというのは何か変なところをちょっとクローズアップするような印象があります。ですからそういったことがないようにするのが大事ですよって話だったりします。じゃあ具体的にまず綺麗に、まあ違和感なくどこに映ればいいのかっていう話なんですけども、この画面内の3分の1ラインに顔を置く、収めるっていうことをまず覚えておいてください。例えば今日でしたら、私は左側にここに今パワーポイントのスライダーが映ってますよね。ですから右から3分の1のところに顔のセンターがあります。そして上から3分の1ぐらいのところに、まあ、眉毛ですとかが映ってますよね。このぐらいの位置が一番違和感なく3分の1、例えば真ん中にいるとしたら、ここの3分の1ラインのところに自分の眉毛とか目線があるのが一番いいというふうに言われています。これが違和感なく自然に見れる場所ですね。次、無用な動きってありますよね。これって本当本当に気になって仕方ないんですよね。で例えば無用な動きの代表的な例で言うと、これはインサイドセールスのこのカメラで映りませんけども、例えば日常生活で、まあ緊張してくるとこう机を叩く人ですとか、それからこう足を揺する人っているじゃないですか。あれすんごい気になってそっち側に神経を取られちゃいますよね。我々も何か無駄な動きをしてしまいますと、そこにお客様の視線が行くっていうことは神経を取られてしまいますから、僕らの話が欠けてしまうということになります。例えばこういう動きですとか、こういう動きですとか、まあ、もしくはこういうふうにこう体を無駄に揺するとかってありますよね。で特にカメラに映るっていうことに慣れてない時というのは緊張しますんで、そういうふうな無駄な動きというのは実は気がつかずに出てる時がよくあります。ここはもう最初のうちは同僚の方ですとか先輩ですとかマネージャーとロールプレイングをして、自分の映ってる時の無駄な動きの癖っていうのをチェックして、それを抑えられるようにカメラに映るの慣れてください。それしかないです。